どうも、枝豆です。今回は喉ベースにある工夫を加えることで喉ベースの質を変えることができるよっていう話をしていこうと思います。でね、今回する話をね、実際にやってもらえれば、まあ、人によってはリープスワンっぽくなったりコッドフィッシュっぽくなったりね、すると思うので、ぜひ試してみてください。ということで早速参ります。レッツラゴー。まあ、今回のね、まあ、結論言ってしまうと、舌の位置を変えようという話なんですよね。で、この舌の位置っていうのは舌先の位置だけに限らないで、舌全体を動かすことで喉ベースの質がめちゃめちゃ変わるよっていう話です。俺の場合は舌先をポースネアみたいにね、あの舌前歯に当てて喉ベースをやるとこんな風になる。ちょっとリープスワンっぽくなるし、舌の奥をさらに引いて喉ベースをするとこうよりねタイトな喉ベースになるんですよね。で、まあ、これがなぜ起こるかっていうのは、あの正直各自で調べてもらった方が早いんですけど、これは普通に発声の原理がね、あの関わってくる内容なので、あの喉ベースの質も大きく変わるよっていう話です。でね、あのこういうのをめちゃめちゃ微調整しながら自分の求めるテクスチャーっていうのをぜひね探してみてほしいんですよね。おまけなんですけど、リープスワンっぽく喉ベースを鳴らす、まあ、一工夫をお伝えしていこうと思います。でそれは何かっていうと、空気を多めに含んであげながら喉ベースをすることですね。この空気の余韻っていうのをね、演出してあげるとそれっぽくなるかなと思います。皆さんもね、ぜひいろんなやり方試してみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。